先ほど、株価とか、為替相場のことが、放送されてたんですけども、ユーロに関しては、最安値、167.いくらで、まあ、株に関してアメリカの株が上がったり下がったりしてますけども、まあ、日本も含めてなんですけども、これコンピューターの自動で売買とかされてますけども、未来の時間軸からの答えを受け取るコンピューターとそれを発信するコンピューターがあったら、それだけでずっとお金稼ぎができます。これが今の現代のからくり仕組みですね。2024年、4月の29日、ハワイ圭介よりコンピューターは名前を名乗らない。